ファイヤーエンブレムヒーローズ。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆやよんでございます。さあ、今回はですね、ファイヤーエンブレムヒーローズをですね、まあある賭けをしたいと思います。さあ、このガチャなんですけどもね、新英雄召喚ということで、あの新しいね、3DS でね、ファイアーエムブレムヒーロー、あ、ヒーローじゃない、ファイアーエムブレムエコーズというね、まあ、新作ソフトが出るわけですけども、これがね。で、まあ、キャラクターを見てみましたね。アルム君。で、新しいガチャとしてね、このアルムと、それから、どれだ？これか、エフィ。あと、これがいたかな？ルカ。と、これかな？クレア。が、まあ、いるわけですけども。そうだったよね、多分ね。まあ、それでね、私ね、3DS の、まあ、明日発売なんですけども。まあ、それ買おうかなって、ちょっと今迷ってるところなんですよ。そこでですね、やっぱ買ったら、こっちのガチャで出したくなるじゃないですか。欲しくなっちゃうじゃないですか。でもやっぱ欲しくなるとね、まあ基本出ないのが当たり前ですよね。でも任天堂はありがたいことにガチャをね、発売前からね、実装してるんですよね、こっちのヒーローズでね。ということでね、まあ今オーバーね、今オーバー60、これで3個、63個しか、まあ、ないんですけどもね、これでね、新しいガチャを引いていきたいと思います。さあ、これですね。さあ、詳細を見てみますとね、アルム、クレア、ルカ、エビということで、緑以外ですね、赤と青と無所属、無色。じゃあこれを狙ってね、この中でね、1体でもね、対象のキャラが出たら私は 3DS のソフトを買います。はい、ということでね、賭けです。ね、まあこれ出してくれればね、 3DS 買うユーザーが一人増えるんでね、任天堂さん出してくださいお願いします。さあ、63個で出るのか、いきます。さあ、青やっていこうね。赤、あれ赤あったっけ、赤あったんだよね。あ、これ全部引くか。じゃあ全部確率あるからね。さあ、飛ばさないでいくよ。でもね、飛ばしちゃうとね、なんか映像とかもし流れたら飛ばされちゃう。ああ、はいはいはい持ってますね。さあ、まあこれをファイアーエムブレムズヒーローズのガチャはなかなか特殊でね、特殊かわかんないけど、オーブがねやるごとに減ってくる。ああ、なるほどね、もうこいつ何体出るんだよと。さあ、赤さあ、どうだ、来い。もういきなり出てね、終わりしちゃってもいいんだね。お、なんかね、一瞬すごそうに見えるよね。ちょっとこいつ持ってないんか、びっくりマークついてるね。だからちょっとびっくりしたんだ見たことなかったな、リリーだね。はいはい、さあ、どうだ、来い。お、これも見たことないもんね、新キャラかですね、新キャラですね。引こうか。さあ、これラスト、どうだ。まあ出ないよね。はいはいはい、はい、まあ最初の5連は出ませんでした。まだ43個ありますんで、まだチャンスあります。お、また全部がね。さあ、どうだ。さあ、ああ、またお前かいここ行こう、ここ。さあ、どうなる。はい、来るか、来るか、来い。
またお前か。さあ 無属性無職は誰だ。あれあれかな、弓矢だったかな。あああ、欲しいだ。てかこいつ持ってるんだよ。クレイン出ちゃったよ。待って、なんで対象の方出ないの。こいつじゃちょっとクソ、星5出たのか。でもこれじゃ対象の方がますます出にくくなっちゃったじゃん。うわーマジ、あーくそ。いやークレイン嬉しいね。クレイは嬉しいんだけども、ちょっとマジで対象の方がぐらいと私は 3D ソフトを買えない。あー違うな、うん、持ってるよな、うん、全員持ってるね。まずいね、残り23個じゃん。もう下手したら次ラストですね。まずい、これはまずいね。あ、これ全部引くパターンだ。やばいよ、さっき星5出ちゃったからもう出ないんじゃない。さあどうなる、私に 3DS の明日発売のエコーズを買わせてくれ。そうか、買うなって言ってるんだ。なるほどね、出なきゃ買わないよ。さあどうなる、入るのか。いや、なんか限られてんだこの動画で出てくるキャラが。もっといっぱいキャラいるのに、みんな今んとこその2人もさっき出たやつばっかりし。さあどうなる、あーやばいね、やばいね、これは出ないんじゃないのか。頼む、お、これは違うよね。でももう新しいじゃん。さあラスト赤だよな、なんだっけ名前、あの主人公だな、主人公。ここで出たら素晴らしいよ。はい、出ませんでした、残念でした。うわーくそー。はい、ホーム上がりました。ということでね、残念ながらこの新しいエコーズのねキャラクターは一回も出ませんでした。ということでね、私は 3DS の新作のファイアーエムブレムエコーズをね買おうか迷ってたんですけど、出なかったので買いません。はい、いやー買いたかったな、まあ出なかったからいいかな。はい、ということでね、まあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ファイアーエムブレムヒーローズのねガチャ動画でした。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。